メラニンの発生をブロックしてくれるトラネキサム酸は、肝斑に悩む女性におすすめの成分です。医薬品のシミ用飲み薬には、体の内側からシミを改善する効果が認められています。夏にたくさん紫外線を浴びてしまった方、必見です。どうも、薬剤師 YouTuber のワリーポップと申します。よろしくお願いします。今回はシミに対する市販薬を紹介します。シミの原因について、市販薬の選び方、おすすめの商品の流れで紹介いたします。まず、シミができる原因についてです。シミがどうやってできるか。一つ目は、メラニンがうまく排出されず、肌の表面に沈着してしまったものです。一番大きな原因は、紫外線。肌を守るためにメラニンが大量に生成されてしまいます。二つ目はホルモンバランスの乱れです。一時的にメラニンが多く作られることでターンオーバーの乱れにもつながります。ちなみにターンオーバーとは新しい皮膚が生まれ古い皮膚が剥がれ落ちるサイクルのことです。三つ目はストレスや生活習慣です。タバコや食生活、疲労で活性酸素が作られるとメラニンが作られてしまう原因になります。次に市販薬の選び方についてです。市販のもので選ぶときは医薬品の表示があるものを選びましょう。医薬品のシミ用飲み薬には体の内側からシミを改善する効果が認められています。同じインナーケアでもサプリとは効果が異なるもので、シミの改善のためには医薬品を選びましょう。医薬品の飲み薬であっても濃いシミを完全に消すことは難しいですが、シミを薄くする、これ以上シミが増えないように予防するという効果は期待できます。次にシミ用飲み薬によく配合されている4種の有効成分を紹介します。メラニンの発生をブロックしてくれるトラネキサム酸は、肝斑に悩む女性におすすめの成分です。肝斑とは左右対称に出るシミで、同じ大きさや形で現れるのが特徴です。女性ホルモンバランスの乱れや紫外線が原因で頬や鼻の下等に多い傾向です。トラネキサム酸はターンオーバーを促すわけではなく、メラニンを作り出す元にアプローチするので色素沈着そのものを防ぎます。次は活性酸素を抑えるエルシステインやビタミン C です。加齢とともに出る老人性色素斑や年齢やストレスで乱れたホルモンバランスから来るシミにおすすめです。そしてそばかすにはターンオーバーを促すエルシステインやビタミン C とともに抗酸化作用のあるビタミン E も要チェックです。そばかすは小さなシミの総称ですが、遺伝が大きな原因の一つです。鼻の周りに多く、成長とともに増えて思春期に濃くなりますが、徐々に薄くなります。対策としてはターンオーバーを整える他に、メラニン生成の原因となる活性酸素を除去する働きがあるビタミン E を積極的に摂ると良いでしょう。そしてシミ用飲み薬は効果をすぐに体感できるわけではありません。そのため継続できるコスト面も考慮して選びましょう。ではおすすめの市販薬を紹介します。まずはトランシーノ EX。 治りにくいとされてきたシミ肝斑を改善する効果が認められた唯一の OTC 薬品です。8週間継続服用で肝斑の改善効果が期待できます。メラニンの過剰な生成を抑制するトラネキサム酸のほか、2種のシミ緩和成分エルシステイン、ビタミン C と3種のビタミン、ビタミン B6、 パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミドを配合しています。2ヶ月以上続けて服用した場合の有効性安全性については十分なデータがなく、休薬することとなっているので注意が必要です。またピルを服用している方や血栓症の方は医師や薬剤師に相談してみてください。そして第一類医薬品なので、薬剤師がいる店舗でしか買えないので確認して購入してください。2つ目はトランシーノホワイト C クリア。1日2回の服用で過剰なメラニン生成を抑えるエルシステインを最大量 1240mg 配合、ビタミン C1000mg 配合、ターンオーバーを正常化するビタミン E とビタミン B も含まれています。3つ目はハイチオール C ホワイティア。服用は1日2回でエルシステイン 240mg、 ビタミン C500mg に加え、パントテン酸カルシウムをハイチオール C シリーズで最大量配合。エルシステインは抗酸化作用を持つアミノ酸です。シミの原因となるメラニンの生成の仕組みに働きかけ、過剰にできたメラニンの生成を抑制し、シミの原因となる黒色メラニンを無色化します。さらに肌の代謝、ターンオーバーを正常化し、過剰にできた黒色メラニンをスムーズに排出します。ということでまとめです。シミはメラニンの生成を抑えることと、ターンオーバーを正常に保つことが大切です。そして継続できるコスト面と自分に合った成分を選びましょう。また解説してほしいものがあればぜひコメントよろしくお願いいたします。薬剤師 YouTuber ワディポップでした。また会いましょう。バイバイ。ボーガヤカチャンネル、ワディです。ハルキーです。私たちは登録販売者の勉強法、誰でも使える薬の知識、楽しめる動画を配信しています。応援してくださる方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。そして私個人のワディポップのインスタ、TikTok、X でもイベント告知を行っておりますので、ぜひともフォローお願いします。